6大会、そして17戦目ということになってまいりました。このレースであります。第1戦、第2戦、第3戦は富士スピードウェイで行われまして、ポールポジションを取っていったのは50番のナブルで、ダブルポールを取り、そして第1戦での優勝を飾っています。そして第2戦のウィナーとなったのが、深田さん、新潟の佐藤です。その時は2番スタートから取ってなかったんですね。そして第3戦の優勝ドライバーは、6番スタートから荒れたレースを制した深田さん、10番のヤンキャスであります。さあ、そして第2大会であった、深田ツアーの4レースに挑まれていました。第4戦と第5戦、ダブルフォールを取っていったのは何度かですね。そのナブル決定が3連勝をマークした第2大会の結果となっています。そして第3大会のポートポリスランナーですが、この時